南クラインは、日本の福岡県笹栗町にある高野山、新温州の寺院。道州の別格本山であり、笹栗四国88ヶ所の総本寺。ブロンズ製としては、世界最大級となる仏像、釈迦涅槃像などがあり、年間130万人以上の参拝者がある。海運の利益で知られる、出世大黒天など、宝くじのパワースポットとしても著名となっている。 笹栗四国八十八箇所の完成後、高野山新言州大本山、金剛宝寺から自覚を、1899年に正式な認可を獲得、当初は木戸川綿堂という衝動であった。明治時代には廃物希釈の煽りを受け、霊場廃棄命令が出されたものの、地元民らの長年の嘆願の末、存続されることとなった。全長41メートル。 高さ11メートル。ブロンズ製のネハンゾウとしては世界最大級とされている。海岸の檻には当時の米国大統領ビル・クリントンからも祝辞が届いた。安置されている仏斜里は長年の貢献の返礼としてミャンマー仏教会から贈られたものである。本寺の住職、林里志のがジャンボ宝くじやナンバーズ4などの宝くじで、 最大1億3000万円の高額当選を繰り返し、その際に手元に保有していた外運アイテムとして知られる大黒天をかたどった紙製の札、敷地内の売店にて販売されている。ありがとうございます。